今日もこっそり始まりました、スキシネです。スキシネは映画関連会社で働く私たちが映画についてあだこうだ好きに好き勝手喋っていく番組です。私は年間500本ぐらい映画館で映画を見るぐらい映画が大好きな古野です。僕は劇場で年間50本ぐらいを目標に映画を見に行ってます、トバです。はい、私はまだまだ映画勉強中、映画初心者の村田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、いろんなテーマに沿ってそれぞれが持ち寄った映画を話していこうっていうことなんですけれども、はい、電車に乗っていて向かいの席にこう人がいるんですけど、めちゃくちゃ片方の人が覗き込んでる、はい、なんか映画を見てるんですけど、その映画は何だろうっていうテーマです。何それおすすめとかじゃないのね。そうそうそう、ね、なんかこのシチュエーションを見て想像した映画をそれぞれが思ったやつを言うっていうことですね。変なハードルの上がり方してるねいろんな、ね、何を考えていいんやろっていうところあるんですけど、まあとりあえずじゃあ村瀬さんから言ってみましょうか。はい、じゃあ私から、はい、私が選んだ映画はホームアローンです。まあ皆さんちょっとご存知な大ヒット作品だと思うんですけど、うんうん、一応あらすじ説明させていただくと、クリスマスに家族に置いてけぼりにされてしまって一人でお留守番することになってしまった小さな男の子が、家に来た泥棒をあの手この手で撃退する、もう世界的大ヒットをしたコメディ作品です。ね、みんな大好きな。大好きよ。そう、ホームアローンね、めっちゃわかるけど、なんでホームアローンな。そうですね、私やっぱり今回のお題って、うん、電車で見てたっていうところから、うん、見てた人ってイヤホン絶対にしてる、うん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 、せやんね、から、もう洋画であることは大前提やと思ったんですよ、字幕がある分。あ、はいはい、うん、それなおかつつい見ちゃうってところで、うん、まあ、結構もう皆さんご存知のホームアローンやったら、うん、懐かしいっていう気持ちになるのと、うん、あとやっぱ画面がすごい派手、特にその撃退するシーンとかはすごい派手なのでついつい見ちゃうっていうところからこれかなと思って。めっちゃわかるかも。わかるかも。だってもう何回金曜ロードショーで見たっていう、何回見てもさ、そう、俺あの階段が坂になって滑るし何回も笑うんだよ。あれみんな真似してたしね昔小学校とかでもね、いやーってでしかもその何回かかってても見ちゃいますよね。見ちゃいますね。もうほぼ金曜ロードショーイコールぐらいの、うん、確かにぐらいの作品かなって思ってます。でもこれは盛り上がっちゃいますもんね、わ、うん、かるかな。字幕って言ってたけど、うん、もう絵が面白いから、うんうん、絵だけで笑えると。確かに確かに、うん、みんな知ってる絵でまだ横で見たら見ちゃいますね。わかる、納得のね。あ、本当。しかも初心者っぽいっちゃっぽいけど、うんうんうん、でもちゃんと沿ってるよね。沿ってる、うん、ありがとうございます。でも私ね、多分ちょっと分かるとか似てて、まず字幕っていうところと、あの見てて、え、これ何これってこう見ちゃうってことは、ビジュアルがすごいっていうところで選んだんですけど、うん、ゾンビーバー、言わずと知れたゾンビーバーです。誰も知らん、誰も知らん。古野さん、はい、似てない似てない、ね、誰か知ってない、知ってない。これほんまにね、あのめちゃくちゃ愛すべき B 級映画なんですけど、このゾンビーバーっていうタイトルが全部を指してるんですけど、まあ、このタイトルがやりたかっただけかなって思ってるんですけどタイトルだけ考えて作っちゃった。そうそうそう、そっから入った映画やと思うんですけど、あのもうほんまお約束ホラーなんで、男女6人がわーってキャンプに行ってバカ騒ぎしてる時に、もうゾンビになってしまったビーバーに襲われるって映画なんですけど。でしょうよ、でしょうよ、でしょうよ。これ一番おもろいポイントが、あの普通にそのゾンビーバーに噛まれたらゾンビになる、うん、分かるんですけど、うん、だんだん時間経ったらゾンビからさらに進化してビーバーになるんですよ。ビーバーもなの。そうなんですよ。ゾンビで止まらないね。そうそう、なんか最初はえーってなって、あ、ゾンビだったなと思うんですけど、最後ね、あのビーバーのね、あの尻尾生えてくるんですよでもビジュアルもめちゃくちゃなっていくんですよ。で、あー変身するみたいなシーンがめっちゃおもろいんです。めっちゃ怖いの。やばいでしょ。タイトルだけ聞いて、うん、まあゾンビのビーバーが襲うんだろうな、はいはい、まで、それは分かったけど、分かりますよね。ゾンビーバーになるのはちょっと想像してなかったな。しかもね、すごい作りが雑でね、あの最初はみんなゾンビになっていくんですよ、うん、あーと思ったら忘れた頃にビーバーになるんですよ。後付けやんみたいな。撮影途中に思いついた。忘れ忘れた忘れた、これビーバーやったみたいな。でもビジュアルも最高やし、なんか、ね、一応ねすごい話も面白くて、
一番最後に一落ちあるんですよ、さらに、映画のラストに。これだけじゃないんですよ。そう、だからそれはぜひ皆さん見ていただきたいです。劇場じゃないや。そうですね、そうですね、何かで見れるかな。これ見れるんかな。あるんかな、あるんかな。あの配信があるかどうかはどこかに出しておきます、はいはい。じゃあね、まあ、そういうので言うとなんかやっぱ流れ的には字幕であのすごいちょっとなんかい、うん、ビジュアルとか印象に残るやつかなって思ったんですけど、鳥羽さんもそんな感じですかね。もう聞いてて、うん、君らね違うのよ根本的に。全否定。全然違うのよ字幕とかをね、はい、あのちっちゃい画面でね、はい、横から見る見るよねかなと思って、うん、でも小野さんが言うように音は確かに聞こえないから、はい、ビジュアルっていう面では大事だと思う。はいはい。で俺の中ではおっさんが映画を見てて横からおっさんが覗き込んでる絵だったのよ。あ、おっさんおっさんなんですね。おっさんおっさん、そこ、はいはいはい、あの食い違ってるかもしれないけど、いやいやいや俺の中ではそうだったの、うん、でそれを加味した上で、はい、じゃあおっさん映画何を見てるか、はい、失楽園です。そっちなんですか。失楽園っていうのは、はい、おじさんとおばさんが、うん、はい、不倫をする映画ですよね。あの不倫、あの失楽園ですよね。はい、皆さんご存知。あのめっちゃ有名な、笑ってますけど超ヒットしたんだから。いやすごかったですよねあれ。本当今の興行収入でいうと40、50億ぐらいいってる作品、まあ、当時配給収入だったんで、あ、ちょっと仕組みが違うんですね。ちょっとね数え方が違うんですけど、はい、え、そんなヒットしてたんですね。そう、97年公開で、うん、その年の流行語大賞よ失楽園。だってでも確かにほんまにみんな聞いたでしょ当時。聞きました。失楽園、うん、お父さんとかすごかったです。でしょ、村さんも聞いたでしょ当時。いや私まだ生まれてないです、ね、ちょっと待って、97年生まれてない。生まれてない時です、ね、失楽園恥ずかしいです。恥ずかしいよ。恥ずかしい。まあまあでもその時はね、だからドラマにもなったりして、うん、あ、映画からドラマ、そう、映画がヒットしたからドラマにもなって、で 20% ぐらい当時夜10時から視聴率ですか。そうそう、世のおじさまたちが。わかりやすいですねおじさまたち。みんなそれ見てたってことですよね。仕事すぐ終わらせて帰って、オンタイムで見るために。そうそうそう、あ、違う、リアルタイムで見るために。リアタイ、リアタイ視聴するためにね。とかじゃああれなんですね、トバさんパッてエロ動画が、そこもね浅はか、はい、浅い。あんだけ映画見てるんだから、はい、失楽園でさ、はい、森田芳光監督の、はい、代表作よ、はい、その奥にさ、はい、映画の奥深さみたいなの、はい、なんで感じられない。私はこうちょっと安易な不倫映画と思っちゃってましたかね。違う違う、もっとこう意味のあるさ、はい、なんていう言葉がいいのかな、アート。あの作品は詰まってるんですね。そう、としてアートと思ってないと、はい、電車であの作品見ようなんて思わない。確かに確かに確かに、普通にヤバいやつ見てる人です、ね、エロいなって思っては電車の中では見ないです。確かに、横から食い入って見てるおっさんはエロいなと思って。絶対そう、絶対そうでしょ。ただ A さんはちゃんとアート作品として見てると僕は思ってます。あ、でも新しい視点ですね。面白い。これまあでもいろんな要素があってね、みんな覗き込む意味がありましたね。そうね、うん、そうね、みんな解釈がやっぱ、うんうんうん、でどれも見ちゃいそう。そうです、横やったら、横やったら。なるほどね。なんかまあこういう感じでいろいろなテーマについてね。そうですね。おすすめだけじゃなくて、はい、シチュエーションとかも話していけたらなと思ってます。はい、なので本当おすすめだけじゃなくて、こういうわけわかんないお題とかでもいいんで、皆さんもぜひ。はい、リクエストあったらどんどん言ってください。はい、お願いします。じゃあそろそろまた業務に、時間なんで行きましょうか。もうちょっと喋るエリアに、もうちょっとね、結構来てます。はい、はい、帰ろ。じゃあ、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。だからそれは絶対ね見ちゃいますよね、横でそんな見てたら。村さんどう。そうですね、もしかしたらつぶやいちゃうかもしれないですね、やばいの見てる。すごい。めっちゃやばい。それ新しい。めっちゃ面白い。